さて今度僕たちが取り上げるモデルはセルラーオートマタ、まあ、セル構造オートマトンと言われているものです。これはセルっていうのはつまり一つのマス目のようなものであって、マス目が例えば1次元とか2次元に分布している。でその一つ一つのマス目が何らかの値を取ると。でその値の取り方が自分自身とそれから近傍のセルの前の木の値によって決まってくると、まあ、簡単に言うとそういうことです。まあ、しかしこれでは何のことかわからないのでもう少し具体的に進めていきましょう。最初セルがリニアにつまり1次元にもなして並んでいる場合を考えます。セルは横に1列に並んでいて時間とともに下へ向けて、遷移していくわけですね。であるセルが、1段下でどういう値を取るかということはそのセル自体とその周りのいくつかのセルの値によって決まるというふうに考えます。まあ、もちろんそれにはいくつかのルールがありますけれども例えば周りを足して3だったら、自分が今度は2になるとかそういうふうなルールをいくつか設定しておいてやるわけですね。でルールごとにこうずっと下へ流してやってその結果を見ると。これがまあリニアのオートマトンのシミュレーションということになるわけです。でこんなふうにですね大変簡単な形の規則そして決定論を含まない形のオートメーションであるってみればこれはきっと非常に簡単な形に行き着くに違いないというふうに誰もが思う。しかし実際はそうではないわけですね。ウォルフラムという人によってこういうリニアのオートマトンの広範なサーベイが行われているわけですけれども彼はそこでこのセルラーオートメーションのパターンが大まかに言って4つに分かれるということを発見したわけです。で最初のパターンはこういうものですね。つまり、ある一定のごちゃごちゃした最初の時期を過ぎますとセルラースペースが一様な状態に行き着いてしまう。例えばまあ全部が死んでしまうというふうなことです。2つ目の状態これも簡単で、初期条件を少し過ぎると何か定常的なパターンあるいは周期的なパターンが現れてそれがずっと持続するとこういうものですね。でこういうものであれば、まあ、いかにもこれは単純な規則にふさわしい単純なオートメーションであってあと状態がどうなるかということを予測するのは全然難しくはない。でところがですねそうはいかないようなものがあるということがだんだん分かってきた。それがこのタイプ3とタイプ4です。タイプ3というのはここに見られるように非常にカオス的な挙動を示しその結果何かフラクタルなパターンが現れてくる。でこれはこんなに簡単な規則からこんなにぐちゃぐちゃなものが出てきていいのかということで人々の驚きを買った。でさらにですね4つ目のパターンになるともっと違ってくる。つまり何かこう局所的な構造が生じてあるものは消えていくけれどもあるものはそれが横へ伝播していくとこういうことになるわけです。まあウォルフラムはこの4つ目のパターンについてこれは最初のコンフィギュレーションに含まれていた情報を処理しながら変換していくそういうコンピューテーションのプロセスと考えられるというふうなことも言っていますけれどもこのコンピューテーション自身はですね非常に複雑な、まあ、チューリングの意味でのユニバーサリティを持っている可能性があって、最終的にそれが止まるかどうかつまりどっかで、このセルアウトメーションが死滅してしまうかどうかという、まあ、一種の停止問題は ある意味で決定不能だというように考えられています。でこのようにですね非常に簡単な決定論的な規則から場合によっては極めて複雑なそして事実上予見不能な振る舞いが出てくるということはこのセルラースペースというものの豊かさその中でいろいろな事象が生じてきてはまた消滅していくそういうオートジェネシスというかモルフォジェネシスというかそういうものの可能性を示唆するものですね。でそれを見ていくために今度は2次元に広がったセルラースペースを考えます。で今度はですね、時間の経過をこういうふうに図示することはできない。なぜならば、そもそもセルのスペースが巨大な5番の目のように2次元に広がっているからです。でこれがディスクリートにパッパッパッと時間とともに変わっていくとこういうことになるわけですね。で例によってあるセルがどういう値を次の日に取るかということはそのセルと周りのセルの値から決まるというふうになります。で一つの最も単純な2次元のセルオートマトンの規則はコンウェイという人が70年頃に考えたライフゲームというもののそれです。でこの場合はあるセルがセルの値というのは1か0かつまり生か死かこの2つしかない。であるセルが次の木に生きるか死ぬかということはある木におけるそのセル自身の値と周りの8つのセルの値の状況から決まってくるわけですね。このルールはごく簡単に言うことができる。つまり周りにですね生きた細胞が全然ないか1個しかなかった場合はあるセルの状況がどうであれ次の期にはゼロになる。つまりゼロだとそのままだし、生きてたとしても、まあ、孤立によって死んでしまうわけですね。それからあるセルを取り巻く
細胞のうち生きているものが2つだとしますと、これは現状維持と、つまり死んだものは死んだままだし、生きているものはサバイバルすると、こういうことになるわけです。から周りで生きているものが3つあったとき、このときにはですね、まあ、相たますがあったとしても、そこで一種のトライセクシャルメーティングが起こって新しいベビーが生まれると。つまり3つのときには、まあ、もともと生きてたら生きたままですけれども、死んでたものもそこに新しいものが生まれると、こういうことになるんです。で、4つ以上の場合は今度は人工過剰ということになって、生きてたセルも死んでしまうと、こういうことになるわけですね。つまり、生きたものが2つのときは現状維持、3つのときには現状維持ないし新しいものが生まれると、それ以外のときには死んでしまうと、これだけの簡単なルールであるわけです。ところがですね、先ほどから見てますように、このライフゲームのパターンというのは非常に複雑な動きを示すと。で、まあ、これ70年に発表されたわけですけれども、これがこんなに複雑なパターンを示すということで人々は驚き魅了され、そして、まあ、企業や研究所では、まあ、貴重なコンピューター時間を盗んでですね、これのシミュレーションがどんどん重ねられていったわけです。その中で、まあ、見つかったなかなかエキゾティックなライフオブジェクトをいくつかここに見ることができる。まあ、一番簡単なものはここでブリンクしているこのブリンカーですね、縦横縦横というふうに3つのマスが動いている。しかしもう少し複雑なものもあると。例えばここでグニョングニョングニョと画面を動いているこのグライダーというやつがそれですね。このグライダーというのは今見てますと分かりますように、こういうふうに4周期で元の形に戻りますが、その時1マスずれている。で、そうやって画面を横切りながらぐーっと一方向に動いていくと、それで滑っていくものという意味でグライダーというわけです。で、ここでですね、極めて面白い事実が分かると。つまりこのグライダーというのはですね、実はあるパターンによって周期的に形成されるということを示すことができるんです。このパターンはグライダーガンといって、こういう形をしています。で、このパターンをのこのパターンがどういうふうになっていくかをずっと追っかけていきますと、今グライダーを打ったところですね。で、打たれたグライダーはずっと動いていく。しかし、しばらくこうやって追っかけていくと、で、このパターンはずっと周期的に続きまして、実はこのグライダーガンという図形は30周期おきにグライダーを1個打つと、打たれたグライダーはユニフォームにずっと相手方向に動いていくわけですから、結局のところこのパターンは無限に生きた石を増やしていく、そういう石の増殖パターンであるということが言えるわけです。さらに面白いことにはですね、13個のグライダーがある特殊な、衝突の仕方をすると、それがグライダーガンを形成するということを示すことができるわけです。で、これは何を意味するか。これはですね、13個のグライダーが、協力して子孫繁栄のための一種の装置を作る、こういう非常に、手の込んだ自己増殖の試みというふうに言えなくもない。このようにこのライフスペースの中にはですね、どうやら死んでいくものもあるけれども、周期的に生き残ったり、あるいは自分の子孫を増やしたりするような怪しいやつが立ち割られてくるらしい。このようにコンピューターの中に埋蔵されたこのディジタルなスペースの中で、さまざまな生命のドラマが生まれているというのは実に驚異的なことだという気がします。